アルタイ地区は中華人民共和国新疆ウイグル自治区、イリカザフジ地州の最北部に位置する地区。アルタイ市に所在するアルタイ地区業所が管理する。カザフ族、海族、ウイグル族、モンゴル族など少数民族が過半数の33.6万人を占める。アルタイはモンゴル語で金を意味し、実際に金を算出する。東は、アルタイ山脈を隔てて、 モンゴル国西部、北は、ロシア連邦シベリア連邦管区アルタイ共和国。西は、カザフスタン共和国と接する。南は、イリカザフジ地州のジュンガル盆地が広がる。河川や湖障が多く、新疆では別天地をなす。一県級、市、六県を管轄する。アヤマ船区アルタイ船区新疆省イリカザフジ地州。アルタイ船区新疆ウイグル自治区イリカザフジ地州。 アルタイ蓄水資源が豊富で、魚が年間5000トンも取れる。草原は広く、家畜数はおよそ500万トンに上る。さらに、森林資源や、鉱産物も豊富である。地区の生産総額は34.8億人民元、対外輸出額は約5000万米ドルであった。観光資源は豊富で、永久以上の観光地が30地区ある。 国家 5A 級が3地区、4A 級が6地区ある。世界地質公園、国家地質公園は、それぞれ一つずつあり、国家旧自然保護区3地区、国家湿地公園8地区、国家森林公園4カ所ある。特に、スキー場に、最適な井戸で、シーズン、雪質、雪量ともに、最良で、気温や風速、湿度などスキーの条件が整っている。 氷雪を楽しむ文化は長く、国際スキーリゾート開発などの重点地区とされている。新京アロクタイ築業成功所アロクタイ外京。ありがとうございます。